塩川哲也君。四協さんとの塩川哲也です。今日は定年延長に関連して、宮越大臣、そして人事院総裁にお尋ねいたします。で、最初に人事院総裁に定年延長に関する意見の申し出についてお尋ねをいたします。人事院は国家公務員の定年を段階的に65歳に引き上げるという意見の申し出を行いました。60歳を超える職員の年間給与は60歳前の7割の水準に設定することが適当としていますが、その根拠は何かご説明ください。人事院一宮総裁。国家公務員の給与は社会一般の情勢に適応するように変更することとされております。民間企業の60歳を超える従業員の給与の状況を、厚生労働省の賃金構造基本統計調査で見ますと、公務の行政職俸給表1の適用を受ける、常勤職員と類似する管理、事務、技術労働者のフルタイム、正社員の60歳代前半層の年間給与は50歳代後半層と比較して7割程度となっております。また本院が本年実施した職種別民間給与実態調査においても、定年を60歳から60歳以上に引き上げている事業所のうち、60歳時点で従業員の給与の減額を行っている事業所における60歳を超える従業員の年間給与数字を見ますと、平均で60歳前の7割台となっております。これらの民間企業における高齢層従業員の給与の状況を踏まえ、定年引き上げ後の60歳超職員の年間給与は当面60歳前の7割の水準に設定することが適当であると判断したところでございます。塩川哲也君。厚生労働省と人事院の調査を踏まえて7割程度としたということですが、ただちょっとその中身はね、きちっと見ておく必要があると思います。最初に厚生労働省のこの賃金構造基本統計調査ですけれども、これは定年延長の話なんですけれどもね、この賃金構造基本統計調査っていうのは再雇用も含んでいる数字ではありませんか。人事院一宮総裁。おっしゃるとおり、先ほど申し上げた賃金構造基本統計調査の数値には、再雇用者も正社員であれば含まれることとなります。一方、定年が60歳を超える事業所等の割合は低く、多くの民間企業においては再雇用制度により対応しているということを踏まえますと、現時点では定年を引き上げた企業の状況だけでなく、再雇用の従業員も含む正社員全体の給与水準を参考に、60歳超の職員の給与水準を設定することが適当と考えております。塩川哲也君。再雇用といっても再雇用なわけですから、一度切れてるわけですよ。定年延長の話じゃないんですよね。で、こういった賃金構造基本統計調査では、その65歳までの定年延長が 17%、 定年がないのが 2% とか、で再雇用が8割とかになっているということですけれども、今言ったように8割が再雇用の例ですから、これをね、定年延長の話の資料で挙げるっていうのは妥当なものとは言えないと。定年延長の給与について比較するのにふさわしくないんじゃないかと思うんですが、人事院総裁いかがですか。人事院。局長でもよろしいですか。総裁。じゃあ、ちょっと指名が総裁なので、人事院一宮総裁。先ほども申し上げましたように、定年が60歳を超える事業所等の割合が低く、多くの民間企業において再雇用制度によって対応しているということを踏まえると、現時点では定年を引き上げた企業の状況だけでなく、再雇用の従業員も含む正社員全体の給与水準を参考に、60歳以上の職員の給与水準を設定することが適当であると考えたところでございます。
塩川哲也君。あの定年延長のその議論の際の資料としてやってるわけですから、再雇用の話持ち出せるんだったら今のじゃあ再任用の話と比較するような話じゃないですか。公務における再任用と比較するんだれば私もね、公務の定年延長の話なんですよ。でそういう際に民間はどうかって言ったときに、再雇用を含むような、それが8割を占めるようなこういった資料をもとに議論するっていうのは、これはそもそも定年延長のその数字としてこう妥当なものではないということははっきりしていると思います。でもう一つその挙げている、まあ、人事院が実施をしたあの職種別の民間給与実態調査ですけれども、これはあの定年を60歳から61歳以上に引き上げている事業所のうち、60歳時点で従業員の給与の減額を行っている事業所における60歳を超える従業員の年間給与水準について見ると、平均で60歳前の7割台となっているということなんですが、ここであの説明があったように、その定年延長しているその事業所のうち60歳時点で給与減額をしている事業所だけを取ってで比較をしているわけですよね。そういうことですよね。人事院森永給与局長。お答えいたします。いたします。先ほど委員が申し上げ、述べられました意見の申し上げの根拠につきましては、おっしゃるとおり、減額をしている職員の企業の数字の平均値でございます。塩川哲也君。そうするとね、その定年を60歳から引き上げた事業所において、まあ、給与減額ありの事業所の割合と、その給与減額なしという事業所の割合はどういうふうになってますか。人事院、森永給与局長。お答えいたします。定年を60歳から引き上げた事業所において、一定年齢到達を理由に給与減額を行った事業所の割合は、課長級で 37.5%、非管理職で 32.3% となってございまして、給与減額を行っていない事業所との割合は、課長級で 62.5%、非管理職で 67.7% となってございます。塩川哲也君。つまり、人事院の調査でも、その定年延長している民間事業所を調べた場合に、その給与減額を行っている事業所っていうのが、3割から4割って少数なんですよね。一方、6割、7割を占める給与減額なしのそういった事業所については、これ、比較の対象から外しちゃってるわけですよ。減らす方のところだけ取り出して、6割、7割を占める多数のその給与減額なしという事業所との比較はもう脇に置いてしまっていると、これおかしいんじゃないですか。いかがですか。人事院、一宮総裁。定年が60歳を超える事業所等の割合は13.0% であり、多くの民間企業はいまだ再雇用制度により対応しているということも踏まえますと、定年が60歳を超える事業所等の状況のみを参考に、60歳を超える職員の給与水準を設定することは適当ではないと考えております。他方、60歳を超えて引き続き同一の職務を担う場合は、本来、給与水準が維持されることが望ましいこと等から、60歳を超える職員の給与水準の設定につきましては、当分の間の措置として位置づけております。今後、民間企業における定年制や高齢層従業員の給与の状況等を踏まえ、60歳前の職員の給与カーブも含めて、その在り方を引き続き検討することとしたいと考えております。塩川哲也君。給与カーブの話で、中高年を引き下げて、なんとなくこう鳴らすような話っていうのはね、これ、受け入れられない話なわけです。この当分の間の措置って言いますけどね、当分の間っていうんでね、未来永劫やってるような制度なんて山ほどあるわけですから、当分の間なんて言葉でね、これは あたかもこう次元であるかのように言われるっていうのは、こんなのは善認することができないわけであります。
で、意見の申し出の中でも、60歳を超えても引き続き同一の職務を担うのであれば、本来は60歳前後で給与水準が維持されることが望ましいって言ってるわけじゃないですか。まあ、だから当分の間という形で、これはずっと続くわけじゃないかのように言うんだけれども、当分の間はずっと続く制度になっているところも多々あるので、これで引き合いに出してほしくないんですけれども、ここに言っているように、その60歳を超えても引き続き同一の職務を担うのであれば、本来は60歳前後で給与水準が維持されることが望ましいと、これは最もの話だと思うんですけれども、そうですよね、でここの立場でやるということが、本来、基本じゃないですか。人事院、森永給与局長。国家公務員の給与につきましては、国家公務員より社会、情勢に、の一般に適用するようにと、情勢適用の原則が定めておりまして、まあ、民間の動向等を踏まえて、適切に設定していく必要があるということでございまして、給与に対する国民のご理解でございますとか、納税者の税金の使い道としての国民の目等もいろいろ考慮しまして、現時点では、議権の申し出のように、当分の間の措置として7割の水準を設定した上で、今後の民間の動向をしっかりと把握して、今後、必要な見直しを進めていきたいと、そういうふうに考えてございます。塩川哲也君。いやいや、だから、比較の対象としておかしいんじゃないですかということを正しているわけで、厚労省の場合で言えば、定年延長の議論のはずなのに、最高が8割っていうデータをもとに比較するっていう、でそれで7割ですよと言われてもね、これ納得いくの話ではありませんし、人事院の調査で言えば、その定年延長をしている民間事業所のうち、給与を減額しているところだけを取り出して、7割程度ですと、つまりもう下げるっていうことありきでの議論になっていると、そこがおかしいんじゃないですか、そう思いませんか。人事院、森永給与局長。先ほど総裁からもご答弁いたしましたですけれども、定年が60歳を超える事業所等の割合は 13% にとどまってございまして、多くの民間企業はいまだ再雇用制度により対応しているということも踏まえますと、定年が60歳を超える事業所等の状況のみを参考に、60歳以上を超える職員の給与水準を設定することは決定的ではないと考えているところでございます。塩川哲也君。そこはね、慎重に考えないといけないと思いますよ。だって、官の方がそういうふうに決めたら、民間がそれに学ぶって話になっちゃうじゃないですか。こういった形でね、一方的にこういう数字を決めるようなことっていうのを、もう減額ありきの議論ということはね、絶対おかしいんですよ。でそれって、人事院のそもそもこの検討そのものが、政府からの要請を受けてのものですよね。で政府の公務員の定年の引き上げに関する検討会、この論点整理の中で、60歳以上の職員の給与水準については、60歳時に比し、一定程度引き下げることが適当だと、要するに、もうそもそも引き下げてくれということを踏まえた検討になってるからじゃないですか。人事院、一宮総裁。確かに、政府の方からの、要請はございました。しかしながら、人事院といたしましては、平成23年にすでに意見の申し出をしておりまして、その時も同様の、意見の申し出になっております。塩川哲也君。政府全体として、人件費の抑制方針を持っていると。いうことが大前提にあるわけです。宮越大臣にお尋ねをいたしますけれども、率直に言って、給与引き下げありきじゃないのかということが問われている。今申し上げましたように、政府の公務員の定年の引き上げに関する検討会論点整理で、60歳以上の職員の給与水準については、60歳時に比し、一定程度引き下げることが適当としている。でこういうのことを前提に、給与引き下げありきでね、進めるようなことっていうのは、こう絶対認めることができないと、でそのもとにあるこの総人件費抑制方針そのものを、もうやめるときじゃないのかと、担当大臣として、そのことについてお答えをいただきたい。宮越大臣、申し合わせの時間が来ておりますので、答弁は簡潔にお願いします。お答え申し上げます。
本年2月の論点整理におきましては、これは公務員の定年の引き上げに関する検討会の中で、種々、検討されてきたその論点の整理を出したものでございます。ご指摘のとおり、給与制度については人事院勧告事項であるという前提のもと、国民の理解を得るためには民間給与水準との均衡の確保及び総人件費の増加の抑制の必要性を踏まえたものとする必要があるということを、こうした基本的な考え方のもと、60歳以上の職員の給与水準については60歳時に比し一定程度引き下げることが適当ではないかという論点をお示しをした上で、人事院、同日、2月16日付で、人事院に検討を要請をしたところであります。本年8月の人事院の意見の申し出におきましては、60歳を超える職員の給与について、第三者機関である人事院において、専門的な見地から判断されたものというふうに認識をいたしております。7割削減前提で話を進めるというのは断固反対であります。総人件費抑制方針の撤回を求めて質問を終わります。